はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。キーチングプロドラマーの辻でございます。今回はですね、ちょっと社内からお送りしております。そしてすごく毛色の違う動画で大変申し訳ございません。チャンネル登録解除とかほんとやめてくださいね、頼みますよまあちょっとね、今回ね、サムネがね YouTuber っぽいですね。皆様にお知らせみたいなね感じの、本当にもう本当によくある YouTube のサムネみたいな感じですけれども、本来はですね、明日2023年5月6日はですね、袖ヶ浦海浜公園で袖ガーデンというイベントが開催されます。その袖ガーデンの中で私がこうイベントをプロデュースしたですね、ドラムパラダイスというイベントをやる予定でしたが、残念ながらですね、ちょっと強風のためですね、イベント自体が中止となりました。袖ヶ浦海浜公園をこうの指定管理者であるですね、東急グリーンシステムズさんが判断されたんですけども、これ本当に苦渋の決断だったと思うんですね。で、暑い寒いとか雨が降るとか、そういうのもやっぱりそのイベントを開催する上では非常にこの重要なポイントになるんですけども、風っていうのもですね、やはりこう侮れないというか、風が強いっていうのが僕今までやってきて、ああもう演奏無理だ、できないと思ったのは風が強いだったんですね。10メートル以上の中で路上ライブやったことあるんですけども、シンバルスタンドが倒れるわ。で、あとサイズにもよるんですけど、バスドラごとバトンと倒れちゃったりとか、もちろん演奏中は倒れないですけど、でも演奏中だとシンバルスタンドが倒れるとかっていうリスクはもうすごくこう強く出てくるんですね。演奏者の皆さんのですね、安全確保だったり、あとはもちろんその袖ガーデンのスタッフ、そしてドラムパラダイスのスタッフの皆様、そして何よりも見に来ていただくお客様の皆様の安全確保ということを考えたら、中止という判断はですね、私は全面的に支持したいと思っております。はい、今回はね、ちょっと中止っていう形にはなったんですけども、日を改めてこのドラムパラダイスできないかっていうのを袖ガーデン東急グリーンシステムズさんにはですね、強くお願いしていきたいと思っております。たくさんのこういつもね、応援してくださる方だったりとかね、ドラム仲間とか、でプロのね、ドラム仲間、プロドラマーのね、仲間なんかはね、あ、面白そうだね、俺も出たいな、なんてね、声かけてくれる人もいましたし、で、今回ね、ヤマハの僕の担当の方もですね、面白そうなイベントだから、ね、どんどんやってほしいっていうね、お言葉もいただいたので、すごく嬉しかった。っていうのもありますし、で今回ですね、その参加してくれた方でですね、イベント T シャツっていうのを作りました。この T シャツはなんとですね、私がですね、プロデュースって言ったらちょっとおこがましいんですけど、やってるですね、ゴルフ YouTube チャンネルでズバババゴルフっていうチャンネルがあるんですね。もう結構老舗チャンネルになってきてますけど、今ですね 6.2 万人のね、チャンネル登録者数を誇るね、結構大きいゴルフチャンネルなんですけど、そのね、ズバババゴルフに出演してるユミちゃんというですね、もうインスタグラマーですよ。もうね、インスタのフォロワー数もね 1.8 万人ぐらいいるですね、もうかなりインフルエンサーですよ。でこのユミちゃんがこう手掛けるその T シャツだったりだとか、グッズのデザインが僕すごく好きで、で今回そのユミちゃんに T シャツデザインしてくれないかってお願いしたところ、もういいですよ、やりますよってことで、ちょっとこの辺出てると思うんですけど、ゆみちゃんに今回 T シャツのね、デザインをしてもらいました。出てるかな、はい、出てるかな、はい、作ってもらいました。でこれはね、ちょっと背面がスネアとハイハットシンバルがこう手つないでるっていうねそしてですね、ラフナウクライレーターって書いてあって、これはね、いつでも後悔はいつでもできるから、今は笑ってね、楽しんじゃおうぜっていうメッセージです。これでね、前面にはこれちょっと全然見えないと思うんですけど「For ドラムナッツオンリー」って書いてあるんですけど、このドラムナッツっていうのがドラムバカっていう意味なんですね。バカっていうとちょっとなんかちょっとねって感じですけど、そういうことではなくて、もうすごい好きって感じですよ。もうめっちゃ好きみたいな、そういう意味ですね。なのでこのドラムナッツっていうのは、上級者とか初心者とかプロとかアマチュアとか関係ないんですよ。で僕はこのドラムパラダイスっていうのは、その一部のプロとか一部の上級者が主役っていう意味ではなくて、全てのドラムバカが主役。だからプロもアマチュアも関係ない、むしろアマチュアが主役であってほしいっていうね、願いを込めた、イベントでもあるんですね。今回ね、なんでそのズバババゴルフのユミちゃんにお願いしたかっていうと、こうドラマーがドラムの中の世界だけで盛り上げようとしたって限界あると思うんですね。すごい果てしない遠い道のりだと思うんですけども、ドラムと他のジャンルがこう組み合わさってコラボしていくことで、今回ゴルフですけど、このゴルファーの中の数名でもいいので、ドラムにちょっとでも興味を持ってもらえばいいんですよ。やるとかやらないとかじゃなくて、あ、ドラムってこういうのなんだって知ってもらうだけでも、今後のドラムのこう未来って、日本におけるドラムの未来ってちょっとずつ変わっていくと思うんですね。なんでドラムなのにゴルフとかね、他のジャンルとか関係ないじゃんっていう時代じゃもうないと思います、僕は。はい、もうどんどんいろんな人に知ってもらうために、やっぱ認知のための最初の一歩はこういうことをやっぱりやっていくべきだっていうのが思いまして、やろうと思いました。今回ね、こうコラボ T シャツって感じにしました。なんでね、ちょっといいように解釈するならね、このドラマパラダイス、ね、師匠がね、もしかしたらこういうイベントでもいいけど、もうちょっとね、でかいイベントにしたらいいんじゃないっていうね、師匠からのメッセージだったかもしれない。すごいいいように解釈しましたけど。なのでですね、必ずやこのドラムパラダイスはですね、また開催したいと思っておりますので、ぜひその際はですね、参加していただきたいですし、遊びに来てね、ドラムのパフォーマンスをね、もうお腹いっぱい見てもらいたいと思いますし、それがね、今後のドラマ界につながると思っております。すごく長くなったんで、この辺で終わりにしますけれども、ぜひね、この辻和也の変なドラムチャンネル、チャンネル登録の方よろしくお願いします。これからもですね、ドラマの皆様の少しでも役に立つですね、情報をですね、私、ティーチングプロドラマー辻和也が一つの考え方としてですね、皆様にお伝えしていくチャンネルとして頑張っていきたいと思います。ぜひですね、チャンネル登録、そしてですね、概要欄にはドラム質問フォームっていうのがありますので、ドラムにまつわる質問をぜひぜひお寄せくださいませ。ということで、ティーチングプロドラマー辻和也でございました。それではね、バイバイ。